ウィリアム・リビングストンウィリアム・リビングストンは、アメリカ独立戦争中のニュージャージー国知事であり、アメリカ合衆国憲法の署名者である。リビングストンは、フィリップ・リビングストンの息子であり、ニューヨークのオールバニで生まれた。14歳まで祖母に育てられた。1741年に、イェール大学を卒業し、続いて、法律を勉強した。1748年に、 法廷弁護士として認められ、ニューヨークで法律実務を始めた。1772年にニュージャージーのエリザベスに転居し、そこに大きな田舎屋を建てて増えつつあった家族を収容した。この家はリバティホールと呼ばれ、現在も残っている。この家はフランシス・バーバーの専門学校に近く若い人が訪れてくることもあって、活動の中心になった。 リビングストンの三人の娘、サラ、スーザン及びキャサリンは、三人の優雅として知られるようになった。この時代の社交生活の頂点は、1774年4月に、リバディホールで挙げられたサラとニューヨークの若い弁護士、ジョン・ジェイトの結婚式であった。リビングストンは1774年7月から1776年6月まで、大陸会議大議員となった。 1775年10月、ニュージャージー民兵隊の巡庄に指名され、ニュージャージー国知事に選ばれる1776年8月まで従軍した。その8月、新しい国の国政府の選挙が行われた時に、リチャード・ストックトンとリビングストンが国知事を選ぶ第1回目の投票で同数の票を獲得した。次の投票でリビングストンが選ばれることになった。 知事の職は1790年に死去するまで続けた。1776年から1779年の間の大半、家族は安全のためにパーシッパニーに疎開させていた。リビングストンを捕まえれば、そこそこの報奨が得られるために、イギリス軍や海軍の兵士がたびたびリバティホールを訪れた。 家族は1779年に家に戻り、略奪された家の修復を始めた。リビングストンは1742年にスザンナ・フレンチと結婚した。13人の子供を設けた。娘のスザンナは1780年にジョン・クリーブス・シムズと結婚し、後の大統領ウィリアム・ハリソンのママ母となった。他の子孫としては、アメリカ合衆国国務長官とニューヨーク州知事を、 勤めたハミルトン・フィッシュの妻、ジュリア・キーンがいる。リビングストンは1787年にフィラデルフィアで開催されたアメリカ合衆国憲法制定会議の大議員であり、憲法に署名したものの一人である。1790年にエリザベスで死に、当初はトリニティ教会に埋葬されたが、1846年にブルックリンのグリーンウッド墓地に移送された。 リビングストンは革命政府となってからの最初の知事なので初代ニュージャージー州知事と言われることが多い。ありがとうございます。